こんにちは。今日の言葉は、頑張れ。頑張れのイメージは、こんな感じです。今から腕立て伏せを10回やります。頑張れ頑張れ頑張れ。無理。頑張れは誰かを励ましたり応援したりするときに使うフレーズです。とてもよく使います。というのも、日本語には、頑張れと同じ意味の表現が他にないからです。英語には、誰かを応援するときの表現がたくさんありますね。日本語はこれらの表現すべてに頑張れを使うことができます。頑張れは頑張るという動詞です。命令の形で頑張れです。もう一つ命令の形があります。それは頑張って、頑張って、頑張れと頑張ってはニュアンスが少しだけ違います。頑張れの方が強い印象があります。スポーツで応援するときに頑張れを使うことが多いです。例えばサッカーのワールドカップで日本頑張れとみんな応援します。頑張っては頑張れに比べて少し優しい感じがします。もう少し優しく言いたいときは頑張ってねを使うといいです。最後にねをつけます。頑張ってね。頑張れねとは言わないので注意してください。丁寧な形はどうでしょうか？それは頑張ってくださいです。頑張ってにくださいをつけます。頑張ってください。一緒に発音してみましょう。頑張れ。頑張れ。頑張って、頑張って、頑張ってね、頑張ってね、頑張ってください、頑張ってください。
OK ですか？頑張れを使って練習してみましょう。明日は日本語のテストがある。緊張するなぁ。頑張って。頑張ってね。サッカーの試合が始まった。頑張れ。頑張れ。今日は授業でプレゼンテーションをします。頑張ってください。頑張ってください。今日の動画はこれでおしまいです。今日のようにこんな言葉を知りたいというリクエストがあればコメント欄で教えてください。それではこれからも日本語の勉強を一緒に頑張りましょう。バイバーイ。